ラズマ装置メーカー先駆け半導体の上野と申します。本日は、こちら、ペン型大気圧プラズマ装置、P500SM の、設置方法及び、操作方法の説明をさせていただきます。よろしくお願いします。適宜、分かりやすいところ、気になるところまで、飛ばして聞いていただければと思います。おそらく装置が届きまして開梱いたしましたらば、こういった状態で、なっているかと思います。で、設置は非常に簡単でして、こういうふうに 適当なところに置いていただいて、こちら、電源ケーブルですね、こちら、電源がキーになっていることを確認の上、100V AC の電源に、コンセントにさせていただければ、電源接続は完了です。で、ガス接続の方なんですけれども、こちら、外径4分の1インチのチューブ、をご用意いただきまして、こちら、窒素ガスをつない、窒素ガスボンベなりに、つないでいただければと思います。で、あとは、装置の背面、こちらに、ガスインと書かれたポートがございますので、ここのガスインと書かれたポートにこのまま、切り離しのチューブを、挿していただければ、設置作業は完了です。で、この状態で、ガスの、窒素ガスの方をですね、1メガパスカル以上、ガスを流しながら、電源をオンにして、ボタンを押していただければ、このようにプラズマが放電いたします。ガスの、流量は、およそ10リッターパーミニッツぐらいを推奨としておりまして、おそらくですね、よほど、チューブが長かったりしない限りは、ボンベ側のレギュレーターを 0.15 メガパスカル程度にしていただくと、大体適した流量になってくると思います。で、操作説明ですけれども、非常に簡単でして、先ほどちょっと簡単にやらせていただきましたけれども、電源を、イリーにいたしまして、で、ガスを、一定量流します。で、この状態で、オンオフボタンを押してましたらば、このようにプラズマが放電いたしまして、もう一度押すと止まります。で、こちらタイマーの方ですね、こちら秒数設定になっておりますので、4桁の秒数設定で最大9999秒までいきます。で、こちらで、プラズマを照射したい時間、例えば、5秒で設定しますと、プラズマを放電始めてから、カウントアップが始まりまして、5秒後にこのように勝手に自動的に止まるようになります。では実際にちょっと処理している、で、こちら処理しているところをご覧いただければとは思うんですけれども、リモート大気圧プラズマですね、トーチの先端部からサンプルまでの距離、を離せば離すほどどんどん効果が薄れていってしまいますので、できる限り近づけて処理していただくようにお願いします。できればですね、1ミリぐらいまで近づけてですね、このぐらいですね、まで近づけていただきまして、手でかける場合は、ちょっと見づらいかもしれないですけども、こう近づけてかけていただいて、何かしら課題とかにつけていただきなとか、ロボットとかについていただくのもいいと思います。何せ近づけて処理をお願いします。じゃあちょっと放電をご覧いただきたいんで、一旦ちょっと電気の方、消させていただきます。で、ちょっと暗くて申し訳ないんですけども、放電を開始いたします。光っているのがご覧いただけると思うんですけれども、このように、ちょっと直接中を覗き込むとあまり危ないので、ちょっと注意していただければと思うんですけども、中が光っていればプラズマが放電しております。で、またこういう暗いところではこのようにですね、
プラズマが光っているところもご覧いただけます。ちょっと明るいところですと見えづらいので、もしちょっと見たいという場合は暗くしていただければと思います。ではちょっと実際にプラズマの処理効果をご覧いただきます。こちらが純水です。でこちらがカバーガラスです。まだこちらはプラズマかけておりません。プラズマかけてない状態ですとこのように水玉になってしまうんですけれども、水滴になってしまうんですけども、このようにプラズマをかけますと、このように、きれいに水が塗り広がるようになります。以上で、待機圧プラズマ、ペン型待機圧プラズマ装置 P500SM の、設置方法及び操作方法の説明を終わらせていただきます。ありがとうございます。